サントゥラリードイコールセルノンは、フランス、オクシタニー地域圏、アベロン圏のコミューン。サントゥラリーの円形コミューンの管轄区域は、中央高知南部の一部を形で示している。それはコースリュラルザック地方の一部と、偏僻なコース地方に切り込みを入れるセルノン、川谷の一部に、コミューンがまたがっているからである。 フランス革命の間、サントゥラディー・デュ・ラルザックと名乗っていたコミュームは、セルノン側の水源を参照して、スルスリーブルと名乗っていた。1889年に、サントゥラディード・ドイコール・セルノンに改名し、現在まで名乗っている。住民の名称は、セインとユーレイリアンズである。しかしながら、住民たちの奥語での自称はクリス・ツー・リーズである。これは、キリストの兵士、テンプル騎士団び、 西洋派歴史団の存在に言及したものである。2016年時点のコミューン人口は286人で2011年時点の人口より10%増加した。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。